番組、人、物、ことをお伝えする番組です。はい、今日もみんなに笑顔を与えれるように頑張ろう。おー、おー、はい、はい、今日のメンバーの自己紹介いきます。いきます。イエーイ。コーンスープがとっても大好きなあやです。今日飲んでたね。今日も飲んでたトマトを食べれるようになったコロです。おー、すごい。トマトデビュー。トマトデビュー。トマトしよう。家は甲子園球場のすぐ近く。もちろん阪神ファンのももかです。おー、かな巨人ファン。おー、敵だね。はい、最近苦手なものをしようと頑張っているかなです。何だろう、何を買ったんですか。梅干し。はちみつ梅干しなのか、なんか全部だけだから、そう、大好きって言えるのが、あとなんか凝ってるものが食べれない。凝ってるもの、凝ってるもの。和食ですっごいなんか金箔がなんか乗ってるような、あーちょっとしたこじゃれた和食のお店のとはいえなんかそういうの苦手で、食わず嫌いなので、頑張ろう。そうです、頑張ります。ハムスターが大好きで11匹飼ってたことがある。さらに私も1匹飼ってました。かわいい、はい、癒されるすごい毎日。はい、キャラメルが大好きなミユキです。キャラメル係まで。あ、なので前回キャラメル係を言ってました。キャラメル係まで。ミントークコーナー行ってみよう。行ってみよう。行きたいです。みんな言ったから、あやちゃんもう一回行こうか。イエーイ。いいね。頑張れ。はい、行こう。よいしょ。前にも言ったことがあるんですが、なんか4年生まではなんかプールとか水泳全くできなくて、言ってたね、うん、でもうなんか困ってて、でもなんかまあ5年生になってからちょっとできるようになって、うん、それもちょっとママのおかげで、うん、冬に温水プールに行ってました。特訓したのね。はい、だからこれから 50m 行くように頑張ります。おお、頑張って。みんなでプール行けたりしたらいいのにね。本当だ、楽しそう。私は泳げない。私も泳げない。泳げないで、ちょっと高いというわけで、はい、では一旦 CM です。どうぞ。木も出てきました。でも今回は皆さんに馴染みの深い牛乳パックが出てきます。牛乳パック、前回言ってた貴重な体験のお楽しみのやつですよ。本当か、あれ楽しかったよね。楽しみ。見ていただけますか。見ていただきました。 VTR どうぞご覧ください。大型複雑ゴミがパッカー車で運ばれてきて、今
分別しているところです。すげえ。にある鉄の塊のようなものがあると破砕するのにちょっと機械を壊してしまいますので、こういうものあるいは危険なものが入ってないか確認をしながらここ、ずっと流してます。すげえ。はい、かっこいいの。めっちゃ欲しい。自転車全然綺麗。
ゆうちゃん欲しいの。かっこいいね。はい、じゃあ最後のコーナーに行きましょう。ここはリユース食器を貸し出ししているところです。今多分ね、もう時間がないので簡単に説明しますが、こういう使い捨て容器を使うことが多いよね。イベントとかお祭りで。みんなで使ったらゴミがすごいたくさん出る。ゴミが出たらそれを焼却するのに地球にあまりいい影響を与えないので、こういう何度でも洗ってる、洗って使う、リユース食器を使ってくださいと私たちが活動しています。ね、千里に復讐すること、マイグッズを使うこと、ね、その3つがあります。お祭りのマイグッズ。最後に、さっきと同じ質問。何から作られてるんでしょうか。石油。そう、石油。ね、だから使い捨て容器っていうのは石油をポイポイって捨ててることと一緒です。でもリユース食器は20回、30回、50回使っても何度も何度も洗って使えるっていうことは、資源を大事にしているものなので、そういうことを考えてこれから皆さんもいろいろ行動してくれたらいいなと思います。え、牛乳パックから。え、はい、こんにちは。こんにちは。ここの工房は牛乳、なんて書いてあるか読んでみて。リサイクルありがとう。リサイクルしていただいてありがとうって書いてある。読んでみて。リサイクルありがとう。これ開けたら、ここいつも見えないところに書いてあるんだ。こう開いたらここに書いてある。本当だ。気づかなかった。どんなの書いてるんですか。どんなの書いてある。そうなんだ。これにもリサイクルありがとう。リサイクルありがとう。おぉ、知らんかった。これにも書いてある。学校の見てみたくなってきた。これ何書いてある。こう開いて、これはどこに持ってきますか。どこかな。ゴミ箱。ゴミ箱。ゴミ箱入れる。どうしてますか。回収するところに、回収ボックス、学校でたまに新聞とか、新聞違う、新聞いない、ダンボールとか、あれ遠くから来る、足足はこれを回収してくれます。西宮市はどうでしょうか。ビールが貼ってありますか。持ってる。これは燃えるゴム。燃えるゴム。これは燃えるゴミ。これ？これ？これ？はい。どうしよう。これを燃やしていると地球温暖化がどんどん広くなっていきます。この白くするのも大変なんですよ。日本の紙は白すぎるって言われてるぐらい。すごくたくさんの過酸化水素を入れて真っ白にしたり。ものすごくエネルギーがかかっているんですから。これを捨てないように。黒くなくてもいいね。お分かりになりましたでしょうか。これは回収ボックス。リサイクルありがとうって書いてるからね。見るとかね。はい、それでこれをね、ここではミキサーにかけます。え、ミキサー。これスイッチ入れましょう。上に。あそこのテーブルに行って模様をつけて、
シールを取るときは。でミキサーで作ったのにすごくしっかりちゃんと作れてて素晴らしいと思いました。あやも牛乳とかよく飲むから、うんうん、家でも作ろうと思うけど、スープ最初のなんかちぎる段階まで行ってるんだけど、うん、ミキサー使ったらダメってお母さん言われて、どなたかミキサーを貸してください。はい、貸してください。貸してください。いい思い出になるので。はい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 、タレントさんだ、楽しみ。誰だ、誰だろう、あの人ですよ。あ、分かったかもしれない。分かったかもしれない、かもしれない。かよく楽しみ、楽しみ。イエーイ。ではどうぞ。どうぞ。素敵な人に会いに行こう、ファズスティッカーコーナー、イエーイ。今日はゲストの人としてくっさーのモノマネをしてくださっているこんにちは。あ、どうも、山口です。山口です。あ、どうもこんにちは。山口と申します。めちゃくちゃ似てる。え、本当？いや、嬉しいな。いや、今日どうしたの、こんな格好して。今日は踊りとダンス、うん、踊りとダンス、同じや。一緒や。ダンスと歌ですね。歌とね。なるほど、間違えた。今からステージがあるわけね。はい、なるほどね。あと、うん、ぐちゃんさんのお手伝いを、はい、やった。
らしい、僕のお手伝いを、ね、はい、ありがとう。バーッと MCA、 秀樹さんのヤングマンね。そう、ね、いや、そこまでしなくていいから。そこまでしなくていいから。そこまで、じゃあ お仕事なくなっちゃうから。そこしなくて。ちゃんさんはどんなものができるんですか？僕のものまで、はい、もうすでにグッさんのものまでこれ入ってるんやけどね。はい、ね、あと他にもっていうこと、はい、他にもちゃんさん、まあ、たくさんグッちゃんに、それにグッちゃんに、そこまたグッちゃんと、まあいろいろ、まあ言っちゃんばかり、全部グッちゃんですよ。そう、あ、グッさんが大好きやから。グッさんがぐちゃぐちゃやぞ。ちっちゃい頃の将来の夢、はい、うん、いっぱい食べて大きくなることね。めっちゃ美味しい、ね、他にはありましたか？他にはね、いっぱい食べることかな。そればっかりじゃないですか。もうちょっと泣きながら。そしたらつつくなっちゅうこと。つつくなっちゅう、ネジ外すなっちゅうこと。ネジ外すな、ドリルやめなさい、やめなさい。誰か飛んでいったし。いや、それはいいから、いいから、それも面白いからね。ね、あ、ドリルちゃんと戻っ、ネジちゃんとつけないとね。ドリル、出るのかい。そこね、もし吉本興業の僕の後輩がやってるネタやね、それね。そう。で、将来の夢は何？何になりたいの？じゃあ、今こうやってやってるけど。モデルさん。いろいろある中で、2個言う。映画の先生。映画の先生すごいね。あやちゃんは、あちゃんはめちゃめちゃ冷静やん。めちゃめちゃ冷静やん。決めたか、あれ。あ、一つは質問、うん、いいよ。どうして、うん、ジャンさんのモノマネをしようと思ったんですか？なるほど、そこはよく聞かれるけどね。好きやから。似てたから。好きやから。そう、普通してたのよ、ね、普通で働いてて、普通仕事してて、あのよいしょってしてて、ダイエットお買い物してた時に、ダイエット女の子溜まってたの、そう、もう喋ってたの、こうやって溜まってて、で、もうぐっちゃん横を通ってたら、今、ぐっさんじゃない、ぐっさんぐっさんじゃない、今、ぐっさんぐっさん、ぐっさん、ぐっちゃん、うわーって追いかけられて、やってしまったんですよ。ちょっとモノマネできるやってしまって、それがちょっと癖になってしまって、ちょっと続くなってもう続かんねえよって、ネジ外すな、バラバラだった。ここで
以上、ステップターンでした。またお会いしましょう。くださいね。はい、はい、ということで今回も見てくださり